日本のリアルクローズを世界に向けて配信することを目的とした日本最大級のファッションイベント第8回東京ガールズコレクションが2009年3月7日東京の代々木第一体育館で開催されました。今回は初めて渋谷ガールズコレクションとの2日連続の開催となり、2日間で延べ4万人の観客を動員しました。テレビ、雑誌などで活躍する日本のトップモデル総勢70名が年に2回集結するこのイベントは各メディアから注目され、会場内はお目当てのモデルを一目見ようと全国から駆けつけた10代、20代の女の子とメディア関係者による熱気で溢れていました。元気とグラマーに満ち溢れた80年代のファッションと音楽を基本コンセプトに、今年のテーマはスパークリングガールズ。東京のヤングファッションを代表する各ブランドがそれぞれの個性を生かしたランウェイショーを次々と披露し、人気のモデルが登場するとともに大きな歓声が上がり、会場内はさながらロックコンサートのような盛り上がりを見せていました。東京ガールズコレクションはファッションと e コマースが融合した新しいビジネスモデルとしても注目されており、モデルが実際に起用していた洋服を携帯、PC などから購入できる仕組みとなっています。今回のイベントでは若者の環境意識向上に対する取り組みを強く打ち出し、渋谷プラスワンの森プロジェクトとのタイアップで実現した植樹活動や出演ブランドとのコラボレーションによるオリジナル T シャツからの収益の一部を寄付するなど、さまざまなエコ活動が会場内の大型スクリーンを通じて紹介されていました。 Dig and Four News